ちです。ピピピース動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと今月もやってまいりました。ペレーン、本気で買ってよかった8月のお気に入り紹介をやっていきたいと思います。ファッションアイテムが3点とコスメは5個ご紹介したいと思っているので、8点を8月のお気に入りとしてランクインさせていただいておりますので、一つ一つをサクサクと端的にもうバババババッとご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ動画を楽しんで最後まで見てください。それでは早速動画いくぞ。ということで、まず一つ目は今着ているワンピースをご紹介したいと思います。こちらです。モロジのパフ袖スティッチラインワンピース、お値段が7812円で、カラーは2色展開で、私はネイビーとアイボリーどちらもゲットしたんですが、サイズはねフリーサイズになっております。このねワンピースがねめちゃめちゃめちゃに可愛いのよ。もう商品名の通りにね、お袖がパフスリーブになってて、ネイビーの生地に白のステッチが入っているようなデザインで、首元にね少しこう華奢な襟がついてるんですけど、普通の V ネックに襟がついているものとか、逆にただの V ネックのワンピースは見たことあったんですけど、このねサイドだけ襟がついていて真ん中だけただの V になっているこの首元のデザイン、私初めて出会って、これがねこう開いているだけでね、めちゃめちゃ大人っぽい印象で襟のワンピースを着ることができるんですよ。まあ、そしてお袖の長さが肘丈になっているので、私二の腕がすごいコンプレックスなので、この二の腕もしっかりと隠してくれるし、なんせこれめちゃめちゃ細見えするんですよ。ちょっとね立ってみるとこんな感じなんだけどね、胸元ここがめちゃめちゃ細く見えるんですよ。私最近買ったワンピースで一番これが痩せて見えますね。ウエストのラインがね若干きついんじゃないかってね、この映像見て思う方いらっしゃると思うんですが、後ろのここがゴムになっているので伸ばすとねこれぐらい余裕があります。私2人入るんじゃないかぐらい余裕があるので、そんなにこうウエストがきつすぎることもないし、だけどしっかりと細見えしてくれるっていうワンピースになっているので、まあ、なので私はちょっと昨日食べ過ぎたな、ちょっと最近太ってきたなっていう時にこのワンピース着ると、もともと自分が痩せてた頃の体型に戻れる、そんなガチガチの気圧ワンピースなので、もうとにかく細見えしたお洋服が欲しい方におすすめです。次、お次2つ目はこちらでございます。こちらがですねキャセリーニのバッグでございます。このバッグはねキャセリーニのプレスの方もね一押しのバッグって言ってたから、マジのマジで可愛いやつなの。私は今回ねゴールドのカラーをゲットしたんだけど、実際見るとねゴールドよりも若干こうシルバーゴールドっぽい感じがしますね。でこんな感じで4段のフリルになっていて、サイズ感的にはね私のお顔と比べるとこれぐらい、なんかミニバッグよりは結構大きいけど、普通の大きめのトートバッグよりは若干小さいぐらいです。肩にかけてみるとねこれぐらいのサイズ感です。こう入れたいもの全部入るけどあんまり大きく見えない、そんなトートバッグになってます。でねこのチュルッとした光沢感もめちゃめちゃ可愛いしね、まあ、夏にすごくぴったりなバッグだなと思うし、まあ、逆に秋に向けて使うのもすごくいいなと思ってて、赤ニットとかカーキのブルゾンとか着るときに、まあ、これをアクセントに入れたりとか、結構コーディネートのアクセントとして簡単にね使えるバッグかなと思うので、なんかこういうキラキラ系というかラメ系のバッグを一つ持っておくと、いつものお洋服にポイントとして入れられるのですごく便利かなと思います。本当に本当に可愛いわ。戻します。次、お次3つ目はデレレデレー、こちらグレイルのパンツでございます。先日グレイルの購入品紹介っていう動画でアップしたパンツなんですけど、履いてみた時のシルエットがね若干こうピタッとしていて、1枚で履くと太ももの張りが気になるなと、ちょっと私のコンプレックス出ちゃうかなって思ってたんですけど、私今年結構あの丈が長めのスケシャツとかジャケットとか購入する機会が多くって、その下に履くと、まあ、自分の気になる部分は隠れるけど足の細い部分だけはしっかり出てくれるっていう、なんかすっごいこれ使えるなってことに気づいて、まあ、夏の終わり秋にかけてジャケットとかシャツを上から羽織るときにこのシリーズのパンツを1着持っているとすごく便利かなと思いました。リアルに色追加しようかなと思ってます。それぐらい結構履きやすいです。まだまだ行くよ。ここからはコスメに行きたいと思います。まず一つ目はこちら、ででーん、オロビスのアイシャドウですね。ツイングラデーションアイカラー N のオレンジプラリネ、商品番号が8256でございます。このアイシャドウが可愛すぎてこんな感じでねインスタグラムのストーリーズになんと3投稿もしてしまいまして、即興でレビューしたぐらいめちゃめちゃ可愛かったアイテムなんですけど、ちなみに私今日ね塗ってるのよね、こんな感じなんだけどね、このねオレンジのねカラーがめちゃめちゃに可愛くて、オレンジがね結構明るくてパキッと夏っぽいカラーなんですが、このゴールド、ブラウンとゴールドとオレンジの間みたいなカラーで、このカラーがマジで絶妙なんですよね。だからこの2色でグラデーションを作るともう今まで作ったことがないオレンジ系の目になれるんですよ。で私今ね涙袋にもこのねオレンジを塗ってるんですけど、涙袋に塗るとめちゃめちゃ可愛いの。オレンジ感しっかりあるけどあんまりオレンジオレンジすぎないけど、しっかり涙袋ぷっくり見せてくれるっていう、何これっていうアイテムです。私このアイシャドウでもう一つめちゃめちゃお気に入りな点があって、ちょっとこの映像を見ていただきたいんですけど、ラメ感伝わりますかね。細かすぎなくて全体に広がる、若干こうざっくりしてるんだけど大粒すぎないラメ、このキラキラのラメ感がめちゃめちゃに好きで、なんかねこのオルビスのアイシャドウはねこのパッケージで見るよりも塗った方が3000億倍ぐらい可愛いと思うから、このパッケージだけじゃなくてマジで塗ってから判断してほしいなってめちゃめちゃ思います。今も使
えて秋まで長く使えるアイシャドウかなと思います。お次はこちら、ででーん、シピシピのリップでございます。ブリュレリップティント01番のメープルテラコッタでございます。これはね、ふくれなちゃんがプロデュースしているブランドのリップなんですけど、これね、マジでね、めちゃめちゃ発色が良くって、うるうるさがやばいの。手に出してみるとこんな感じでね、本当にこう夏も秋も使えるようなテラコッタのカラーになっております。あとこのツヤ感伝わるかな、発色良くてここまでグロスいらずのツヤツヤって結構久々に出会ったなと思ってて、今私塗ってるんですけど、ちょっと上から塗ってみますね。わかる？このツヤツヤ感、石原さとみさんになれるレベルのツヤツヤ感が私めちゃめちゃ好きで、なんか最近ね、やっぱマスクする機会が多くって、リップを塗らずに外に出ること私結構あるんですよ。リップ以外のメイクだけをして外に出て、マスク外す時とかにリップ塗るとかするんですけど、やっぱ持ち歩きたくないんですよね、普通のリップとグロスと。なんかめんどくさいから1本で済ませたいって思ってて、だからこのシピシピはこれだけで出先でね使えるので、それもすごく便利だなと思います。あと発色とかちょっと関係ないんだけど、個人的に思ったのがサイズがね、めっちゃちっちゃいの。ロマンドとかと比べるとね、これぐらい、あとはリカフローシュとかに比べるとね、これぐらいちっちゃい。なんかすごく出先で使うのにめちゃめちゃいいなと思います。くれなちゃんコスメのブランドプロデュースおめでとうございます。くれなちゃん大好き。お次はこちら、ででーん、まつげ美容液でございます。これがね、前にね、あのまつげパーマかなんかかけた時にそのサロンでいただいたものなんですけど、アイズアイラッシュリゾボーまつげ用ジェルでございます。マスカラ下地とかにも使えて、あとは美容液としても使えるアイテムなんだけど、私は毎朝ねこんな感じで根元に塗って、寝る前にも根元に塗ってるんだけど、びっくりするほどまつげが持つんですよ。私これまつげくね2回目なんですよね。1回目にねやった時にはこのまつげ美容液は塗らずにずっと過ごしてたんですけど、結構すぐにまつげが取れちゃって、やばいもう取れたと思ってすぐにもう一回つけに行ったんですけど、このね美容液を毎日毎日塗るようにしたらね、マジで全然取れないの。今多分3週間ぐらい経ってるんだけどね、マジ抜ける気配なし、ずっと最初のまんまって感じなので、もしまつげつけてる子とか、毎日こうビューラーしててまつげの痛みが気になる子とかは、こちら使ってみたらいいんじゃないかなと思います。私は実際に使ってみてすごく効果を感じたので、本当に本当におすすめです。次、お次はすげえずれてんだけど大丈夫？もうオルビスのクリアアクネスポッツでございます。これがねすげえんだよね。私先日オルビス×ももちっていうね、このコラボインスタライブをこんな感じでさせていただいて、第1回目のタレントのペイさんのね一日店長に引き続きももちがやらせていただいたんですが、その時からねこれがめちゃめちゃによくて一押しなんですよ。メイクの上からも使えるニキビ系アイテムなんですよ。まあ、例えば私今ねこうメイク済みでここにねちょっとニキビができちゃってるんですけど、その上からこんな感じでねくるくるくるって塗ってそのままケアできちゃうっていう前代未聞のアイテムになっております。このねクリアスポットのちょっと説明を読もうと思うんですけど、アンズカジュがこの角質を柔らかくほぐしてくれて毛穴の詰まりを防いで薬用成分を素早く浸透させてくれるんですって。さらに硫黄、グルチルリン酸、ジカリウムがニキビ肌荒れを防いで健やかな肌に整えてくれます。まあ、サイズ感も結構小さめなので出先とかに持ってって、なんかさめちゃめちゃこうニキビができてる時にさ、どうしてもメイクして隠したい時ってあるじゃない、まあ、そういう際にこちら持ち歩いてちょっとこうメイクの上からトントンと塗ってニキビケアして、その上からコンシーラーを塗ったりすれば、普段ニキビを隠したいメイクの時にすごく使えるんじゃないかなと思います。私はね最近ちょっと睡眠不足でニキビがちょっとできてきちゃっているので、これをすごく使っていて、他にもオルビスのこう化粧水とか乳液とか使うようになってから少しずつ最近良くなってきているので、ちょっとこのまま肌改善をしたいと思います。ラスト、すごい体勢だった、もうすごいね。もうラストはの01番になっているんですけど、もう可愛すぎてね今月のお気に入りに入れないわけにはいきませんでした。パッケージが鬼皮でございます。何このなみなみ線、こんな可愛いおしゃれなデザインのアイシャドウパレットある？基本的にねオレンジブラウン系のカラーでまとめられていて、あとねブルーが差し色になっています。もうねとにかくこのヒンスのアイシャドウパレットね捨て色がないんですよ。ちょっとこのブルーはね使い道考えなきゃなって感じなんですが、このベースカラーもめちゃめちゃ可愛いし、これ涙袋に塗れるし、こちらラメ感足せるし、これオレンジブラウン系のに使えるし、このラメがねめちゃめちゃ可愛いグリッターで本当に好きなんですけど、これ1個買ったら絶対可愛い目が完成するっていうアイシャドウパレットでございます。でこのパレットを塗った感じとかはねインスタグラムのリールっていう機能にねメイク動画をアップしているんですよ。まあ、こんな感じで15秒でどんな感じのカラーを使ってこんな感じで塗って完成するよっていう動画を上げているので、ちょっと塗った感じとかよかったら概要欄から私のインスタグラムに飛んでいただければなと思います。で私今回ヒンスの01番を購入したんですが、こんな感じのね02番もあるんですよ。で02番は多分秋向けの結構カラーでパープルバーガンディっぽいカラーになっているので、もう今回ヒンス使ってみてマジでこう塗った時に粉が飛んだりもしないし、結構密着してくれたりとか発色が本当に良かったし、ありそうでないみたいなカラーがすごくたくさんあったので、ちょっと秋に向けてもう一色も買おうと決心しました。また届いたらちょっと YouTube でもねこんな感じで紹介しようと思っているので、ぜひ楽しみに待っていていただけると嬉しいです。以上、本気で買ってよかった8月の
のお気に入り紹介でした。本日も忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。ピョス、バイバーイ。ピピピースちゃん、おまけお持ちです。ダッダカダンダンチョンデン。8月のお気に入りいかがでしたでしょうか。いや、本当にね、いいアイテムがね、多すぎて、マジで悩んだんよ。実はね、他にも紹介したのあったんだけど、マジでこれ以上動画長くなったらみんなもう本当に疲れて、お疲れピーマンになっちゃうかなと思ったからちょっとやめたんですけど、今月も楽しかったなーってか、8月も終わるのやばくない？信じられない。だってもうあと今年何ヶ月で終わるの？ 9、10、11、12。え、あと4ヶ月で終わる！やばくない？なんかさ、この前さ、スタイルブックの撮影の時にね、メイクさん、ヘアメイクさんかなが言ってたんだけど、夏が終わると今年が終わるって言ってたの。今思ったらさ、確かにすぎない？マジで確かに畑すぎて、あと4ヶ月で今年終わるってやばいよ。秋も楽しみたいし、冬も楽しみたいし、ちょっと残りの2020年全力でみんなと一緒に楽しんでいきたいなと思っております。てか夏の思い出、マジで私お家でお餅夏フェス2020以外何もなかったんだけど、でもお家でもお餅夏フェスがなかったらマジで何もなかったから、本当に自分のイベントのフェスしてよかったなと思った。みんなに会えたし本当に楽しかった、ありがとう。みんなは今年夏の思い出何作りましたか？なんか夏らしいことした？バーベキューとか海とかビアガーデンとか。今年の夏はずっとお仕事充実した1ヶ月でしたね。もう休みなしで永遠にこうお仕事し続けて超楽しかったですね。もうすぐ秋が来るからね。私はあのゾゾタウンで秋のブーツを6足も買ってしまいまして、あのまとめて買ったら合計7万円ぐらいになって驚愕したんですけれども、秋服をそろそろ買い揃えていこうと思っているので、またねブーツとか届いたら購入品紹介とかしたいと思ってるから、皆様ぜひお待ちください。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で撮ろうね。バイバーイバイバーイバイバーイ。今でっかい画面になったよね。なんかマジでさ、ウルビスのアイシャドウかわいすぎん？あとシピシピのリップかわいすぎん？なんかかわいいコスメとかかわいいお洋服に囲まれて毎日幸せだわ。カムサムイだー。ちっちゃコマオー。チャルジャー。バイバーイ。じゃあね。バイバイ。